OEM のホンダクロスロードも、ランドローバーディスカバリーは、引い出たオフロード性能と上質なオンロードマナーを両立させた SUV だ。ただし、初期型のディスカバリーシリーズ1では、ボディーロールが小さくなかった。これに対応するため、アンチロールバーを1992年から一部グレードで採用。 1994年以降は標準装備へ改められている。結果としてコーナーでの安定性は増したものの、アクロでのサスペンションの動きには制限が生じていた。ディスカバリーシリーズ2ではそれが改善されている。1991年式までのディーゼルターボでは、パワーが若干物足りずノイズや振動も小さくない。 とはいえ、メンテナンスを怠らなければ、ディーゼルターボの TBI は極めて耐久性に優れる。実際、英国での支持も高かった。当初はシフトレバーの動きやクラッチペダルも重かった。1994年に新しいユニットを獲得し、シフトフィールは改善している。 1993年から1997年にかけては T16 型と呼ばれる 2.0L ガソリンエンジンが税金対策として用意されていた。しかしオフローダーとしてはトルク不足で人気は得ていない。1993年から1998年にはディスカバリーの OEM 仕様 ホンダクロスロードが日本で販売されている。見た目は全く同じだが、ホンダの H のマークがフロントマスクで輝く、英国へ逆輸入された例もあった。複雑なシステムを積むディスカバリーにディスカバリーシリーズ2に、採用された直列後気筒の TD5 エンジンは、ヘッドガスケットに不具合が生じやすい。 しかし、シリンダーごとに個別の燃料ポンプを搭載し、圧縮比を高め、エネルギー効率を高めている。当時はクラス初の技術と言えた。エンジンだけでなく、上質さを求めたディスカバリーには、それ以前よりはるかにシステムが複雑。アクティブコーナリング機能は、スピード感知識の油圧システムでアンチロールバーを制御している。 ボディーロールを電子的でに抑え込むことで、コーナーでの安定性は高い。その代わり修理が安く済まないことはご想像できるだろう。セルフレベリング機能付きのエアサスペンションがリアに組まれ、過酷なオフロードでは車高を持ち上げられる。一方でトレーラーを牽引するときなどは、高さを抑えることを可能としていた。 ブレーキを巧みに制御することで、トラクションコントロールも前後アクスルに採用。ヒルディセントコントロールも組み合わされている。ZF 車線のオートマティックには、スポーツモードが用意されていた。初代レンジローバーを起源とする車シート、本格的な四輪駆動システム、アップデートされたサスペンションが融合した初代ディスカバリー、 しなやかな乗り心地とアクロの走破性が両立した。訴求力のあるクラシック SUV だと言える。購入時に気をつけたいポイント。ボディーとシャシー初代ディスカバリーは錆びやすい。スチール製の骨格をアルミニウム製パネルで覆っているため、内部で進行するサビは発見が遅れがち。フロントバルクヘッドにサイドシル。 フェンダー、A ピラー、ボディマウント部分。ドアの開口部、リアドアのヒンジ、2室フロア。クロスメンバー、A フレームマウント周辺。リアサスペンションマウント、バンパーなどが主な弱点。またリアのシャシーレール。インナーフェンダー、ブレーキパイプなども錆びる。鏡なども利用して、丁寧に確認したい。 エンジンオールアルミ製の V8 エンジンが当時のディスカバリーのフラッグシップユニットに据えられていたがユーザーの8割はディーゼルを選んでいるディーゼルエンジンでは 64000km か5年ごとに指定されているタイミングベルト交換の履歴を確かめる排気ガスが過度に煙っていないかも市場で調べたい ガソリンエンジンの場合はオイル漏れに注意ヘッドガスケットにダメージを与えるオーバーヒートやクーラント漏れがないかもチェックポイント英国の場合は LPG 仕様に改造されている例もあるトランスミッション LT77 と呼ばれるユニットの場合は内部ベアリングが摩耗しがち R380 ユニットでは 減速しやすくすくるシシンクロメッシュが弱点どちらも滑らかに変速できるかに加えフルードの交換履歴や漏れがないかも確かめるサスペンションとステアリングトラックロッドエンドハブベアリングドライブシャフトブーツバンプストッパーサスペンションスプリングの状態を確認する デフやステアリングラックなどからのフルード漏れもチェックポイント。ブッシュ類は劣化しがち。英国ではゴムブッシュをポリウレタン製へ置き換えるオーナーも多い。電気系統ドアロックやサンルーフ。パワーウィンドウ、ヒーターなどが正常に動くか試してみる。ヒルディセントコントロールやトラクションコントロール。アクティブロール機能、ABS などに。 異常がないかも市場で確認したい。インテリア初期型のライトブルーの内装は、珍しく部品も出てきにくい。ディスカバリー1では3列目は横向きの折りたたみ式。ディスカバリー2では前向きになり、折りたためるヘッドレストも備わる。ランドローバーディスカバリーのまとめ。ディスカバリー1でも2でも、 最大の敵はボディやシャシーのサビ。オフロードでの酷使もダメージを残しがち。シリーズ2では複雑なシステムも悩みの種になりやすい。いつものことだが、予算の範囲で最良の1台を探し出し、適切なメンテナンスを施すことが理想。オプションは多彩に用意されていたから、装備内容も選択基準の一つとしたい。 誕生から30年以上の月日が経ち、ディスカバリーは熟成が進んでいる。状態の良い初期型は、クラシックカーとして順調に価値を高めつつある。良いところ、英国ではディスカバリーに詳しい専門ガレージが多く、サポートは手厚い。局初期のモデルを除いて、中古部品の流通量も多い。 在庫されていた新品の部品も出てくる。修復用のボディパネルも入手できる。良くないところ進行するサビと価値が低かった時代の。過酷な乗られ方が影響し良好な例は少ない。購入時は最新の注意を払いたい。ランドローバーディスカバリー。初代1989-2004年英国仕様。 のスペック。英国価格19,765ポンドから1997年時。生産台数約68万5,000台シリーズ1-2の合計。全長4,520、4,705ミ、mm、リメートル全幅、1,793,1,885ミ、mm、リメートル全高 1,、1,918。 千九百八十ミリメートル。最高速度。時速十三万六千百七十キロメートル。ゼロ。時速九十七キロメートル加速。十点五から二十二秒。燃費。五点ゼロ。十点六キロメートルパーリットル。車両重量。千八百八十二。二千二百三十七キログラム。パワートレイン。 直列4、祈九 1994cc 自然球器。2495cc ターボチャージャー V 型発揮祈祷3528、3947cc 自然吸気使用燃料、ガソリン経由。最高出力 ps、112PS4000rpm 18、184PS4750rpm。 最大トルク 18.9kgM2500rpm 34.5kgM2600rpm ギアボックス5速マニュアル4速オートマティック